はい、こんにちは。TABG をプレイしていきます。このふにゃふにゃバトルロワイヤルですね。相変わらず、ゆるい感じで。動きが本当に面白いんだな、これ。はい、そんな感じでね。で、今回はちょっと面白いことがありまして、最初にバスから降りるときに吹っ飛ぶんだけど、これをね、水に着地すると、着地せずにそのまま、水上飛行しちゃうってことが分かったんでね。まあ、確実に水上飛行になるんで、今回それをね、利用して、水上で延々と泳ぎ続けたいと思います。まあ、特に、勝ちに行くっていうわけじゃないんだけど、まあ、どこまでね、水上飛行で持たせられるか。あ、ちょうど、範囲のね、先もいいんだよね。このまま川に突っ込んでいく。さあ、ドボンと行く前に、さあ、こんな感じで、なんか、当たり判定がないのかわかんないけど、水の上だとね、こうやってずーっと進んでいられるんだよね。かっこいい。最初なんかバグでたまたまなったのかなと思ったけど、100% 再現できるんでね。まあ、これで、行きたいと思います、今回。さあ、めっちゃ、しかも速いんだよね、移動速度これ。車より速いんじゃないか、もしかして。で、範囲のね、向き先も割と、水方向に、向いているんで、いいと思いますよ。そんな感じで、今回、水の上でどこまで生き続けられるか、やっていこうと思います。すげえな、これ。あ、範囲外のモノリスがある。で、おー、ドーンとモノリスが地上に落ちて、次の範囲が決まっていく。お、閉まってますね。川にいるとな、こいつ上見て飛行してるんだが。なんかヒーローっぽい感じでさっきまで飛んでたらなんかアホっぽくなってきたよ。上向いてね。うわーって感じで。お、範囲が結構狭くなってきた。さあ、範囲の中に向かって移動していく。つうかもうなんか結構あれだよね。なんか、絵が同じで飽きてきた。で、今13人だね。最初40人返して、今ちょうど13人生き残っています。お、移動してる。このモノリスの移動音が怖い。さあ次の、ドーンと来て、範囲が狭くなっていく。水のね、エリアもだいぶ少なくなってきたんでね、あまりサボっていると、地上に、ぶつかっちゃいそうなんで気をつけていきたい。おーっと、範囲が結構狭くなってきたね。さあ、この先どうなるか。ちなみに武器は一つも持っていません。さあ、どうなるかな。はい、残り10人です。結構壁がね、迫ってきて、水のエリアも少なくなってきましたよ。お、発砲してますね。そう、誰かこの水の上にいる俺に気づいた人とかいないのかな。お、撃ってる。こっちじゃない。さあ、範囲がどんどん狭くなってきて、そろそろやばいんじゃないか。さあ、もう範囲的にも水のエリアがなくなってくるんで、もうちょい次のウェーブではもうさすがに、あー、もう水のエリアがないんでね、上に移動するしかないですね。うん、さあ、エリアが近づいてきたんで上がっちゃいましょうか。さあ、ここに来て初着地。ここから私のね、物語が。うわぁ。武器も何もないまま、頂上へ来てしまったけど。ここから上に行きたいんだよなぁ。上行きたいが、行けない。ちょっと待って、なんだ、後ろ、音が聞こえた。まさか、ここから。で、ファイナルショーダウンで、蜂蜜が登ってきてますね。さあ、残り7人。
ベスト5には入りたいね。もう逃げ続けて。逃げ続けて5位には行きたい。まあ、こっちに来てるプレイヤーキャラがいない。お、射撃している。あ、このゲームやっぱね、くねくねしてて狙いづらいんでね、なかなか決着がつかないんですよ。もう近距離で撃ち合うようなね、ぐったぐったな感じになって、もうさっきも銃声聞こえたんだけど、誰も死んでないですね。さあ、走行してるうちに、床からマグマが登ってきている。もうどうしようかな。上、登れないんだよな、こっから。回り込むか。回り込んだ方がいいかな。うわ、ちょっと待って、いる。ちょっと待って、やばい。だ、瀕死。おっと。さあ、逃げていく。さあ、ランダム回避運動して、相手の射撃を、反らしていく。おっと、当たらない。ここが TABG だ。くにゃくにゃしてて当たらない。ははめっちゃ撃ってる。すげえ、逃げ続けてるんだが。はい、全然当たらない。マトリックスですね。私の回避スキル、見ましたか？こうやって、くにゃくにゃ回避していく。さあ、上に登りたい。上に登って、うわ、なんか後ろからめっちゃ撃たれてんだけど。残り6人。うわぁ、怖い。さあ、逃げて。おっと、後ろから撃って。ああ、やられたか。うわぁ。6位かな。まあ、そんな感じで、水上でずっと遊んでたらね、もう武器も何もないし。まあ、最終的にはあれかな。水からは外れちゃうのかな。まあ、そんな感じで遊んでみました。以上です。